こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。中国のパクリ疑惑は結構報告されている。最新情報では J31 戦闘機がようやく量産化するとの話が入ってきた。今回はこの J31 について詳しく見ていきますね。単発のエンジンではなく双発エンジンにするところがまた。だが本来の目的が性能が一番大事なところだ。アメリカメディアによると、中国が J20 に続けて開発したステルス戦闘機 J31 は、中国空軍の指定色に塗装されていたそうです。ということは、ついに J31 の量産機が完成したのではないかという報道が駆け巡りました。この J31 戦闘機について紹介したいと思います。まずデザインに。注目すると F-35 ステルス戦闘機に似ているように思えます。違いは、エンジンを単発から双発に変えたというだけではないでしょうか。正直に言って、誰が見ても真似した、パクったということが、わかるでしょう。しかし、問題はそこではありません。言うまでもなく、見かけより中身が大事です。中国側も、そこまでのテクノロジーがなかったでしょうか。J31 戦闘機を、表に出すのが遅すぎるようです。遅れてしまえば、日本も F-35 戦闘機の、導入を決定していますから、掃除しているのは一発で丸わかりです。数で言えば、中国が上回っているのは確かです。と言っても、開発の遅れが取り沙汰されている状況だったのですが、戦闘機の量産化という噂を聞けば、中国も今度こそは、と狙ってくるでしょう。それでは、もう少し詳しく見きましょう。J31 戦闘機は空母に乗せる。艦載機として開発されたというもっぱらの噂です。2012年、平成24年、11月の広東省での航空ショーにおいて、この J31 の模型が公開されました。しかし、当然というか、肝心の性能などは不明でした。前述の通り、中国が開発したステルス戦闘機としては J20 に続く2機目となるのですが、ミステリアスな戦闘機という評判の戦闘機です。J31 の試作初号機は、航空省と同年の2012年に初飛行しました。その後、改良された試作2号機が登場し、様々な試験が繰り返されました。当初の予定では、2019年までに量産機の初飛行が、こうあれだろうと推測されていたようです。ところが、J31 の量産機は、2019年には姿を現しませんでした。文頭で紹介したように、J31 戦闘機は自衛隊の F-35 戦闘機の模造品と言われているそうです。パクったと散々突っ込まれているようですが、もっと不安な噂もあります。つまり、F-35 戦闘機の情報を中国が盗み出したというものです。
それだったら、F-35 と J-31 が似てるのも当然だろうという、冷めた見方が。あるのも当然ですね。そんな世間の評判が気にかかるのでしょうか。J-31 の話は、なかなか外に。漏れてきません。2012年の航空ショーで展示された模型から、わかるデータは、搭乗者は、一人、エンジンを2機積んだ双発形式ということだけです。デザイン性は、なかなかレベルが高く、2枚の垂直尾翼が、外側に傾けて、設置されているので、おしゃれなフォルムになっています。しかも現在の、戦闘機には欠かせない要素である、ステルス機能は先輩機の、J-20 より優秀と考えられます。もし、J-31 の開発が予定通り進んでいるのであれば、2022年までには、初期作戦能力、IOC イニシャル、オペレーシオーナル、キャップアビリティを、獲得できるはずです。そして、3年後の2025年までには、完全戦闘能力、FOC。フル、オペレーシオーナル、キャップアビリティも獲得する予定となっているそうです。そうなれば、中国は、アメリカに次いでステルス戦闘機を、2機種実用化すること成功するはずです。それにしても、初期作戦能力はともかく、完全戦闘能力という名称は、大きく出たなという感じがしますね。最強ということなのでしょうが、なんとなくきな臭いように感じてしまうのは、筆者だけでしょうか。J-31 ステルス戦闘機について話したいのですが、中国からの情報は、全くありませんから、公開されている写真や映像から推測したものについて説明していきます。先ほど述べたように、J-31 は短座型の双発戦闘機です。アメリカで、創刊された航空宇宙専門誌であるアビエーション・ウィークという雑誌があります。この雑誌が画像から計算した推定値が公表されていますが、それによると、基本的な初弦は、全長 16.9m、全幅 11.5m、最大離陸重量、28トンということになっています。最高速度ですが、マッハ 1.8、機内の兵器搭載量は2トン、機外は6トンで、合計8トンになります。先輩格に当たる J-20 戦闘機より、一回り以上は、小型化していますし、重量は10トン以上も軽くなっています。ちなみに、アビエーション・ウィークは、1916年、大正5年、創刊と言いますから、随分息の長い雑誌ですね。当時のヨーロッパは第一次世界大戦の最中でしたが、大西洋の向こうには戦火が及んでいなかったので、こういうこともできたのでしょう。J-31 のこういったデータ、小型化、軽量化等から考えると、空母搭載用として設計されたのではないかと推理されてきました。しかし、香港の英字日刊誌、サウスチャイナモーニングポスト誌は、中国人民解放軍の最高意思決定機関の中央軍事委員会は、J-31 ではなく J-20 の艦載機化を指示という報道でした。ということは、
J31 の開発目的は海外輸出ではないでしょうか。F35 戦闘機のように。このサウスチャイナモーニングポストは、イギリス統治時代の香港で創刊されました。英語の読者が多いこの新聞は、現在、ネット通販大手のアリババグループに、買収され、傘下に入っています。ただし、中国本土寄りという雰囲気は、まだ薄いようです。その報道ですから、比較的冷静に、判断されていると思われます。という見解はあるのですが、アメリカメディアは、中国空軍が保有している J8II 戦闘機を J31 に置き換えるつもりなのでは?という、推理を立てています。ステルス性能を最優先にすれば、J31 には、空対空ミサイルは4発しか、乗せることはできません。機体の外にあるパイロン、機体から兵装等を、吊り下げる部品を使えば、マックスで10発から12発の、ミサイルを乗せることができる計算なのですが、そうすると、大事なステルス性能に悪影響が出てしまうそうです。俗に、あちらを立てれば、こちらが立たずと言われますが、そんな状態になってしまうのですね。中国には J20 という大型のステルス戦闘機があるので、どっちつかずの J31 の存在は、ジレンマの種になっているようです。簡単に言えば、J31 戦闘機は、ステルス戦闘機としては、不備な航空機で、補強するためには、重要なステルス性能を犠牲にしなければならないという、本末転倒な代物というわけです。こんな無駄なことをするなら、価格が、J31 より安い J10、ステルス性能無でもって J8II を置き換えた方が、はるかに効率的と思われます。しかし、J31 の性能が、いまいちと言われるのは、逆説的ですが、J20 戦闘機の存在があるからでしょう。高性能な戦闘機購入に熱心だ。中国ですが、様々な理由で何かと対立しているアメリカからの F-35 戦闘機調達は望めません。そうなると J-10 に視線を送ることが魅力的な選択肢の一つと考えられます。改めて振り返ってみますが、中国空軍色に塗られた J-31 戦闘機の登場は本当に量産機の完成を意味するものなのでしょうか。数多い瑕疵のある J31 戦闘機をあの中国が本当に購入するつもりなのか、注目していきたいと思います。